1から10の中の数字に9をかける場合、手さえあれば簡単に答えを導き出せます。目の前で手のひらを広げ、画面に表示されているように各指に数字を割り当てていきましょう。3に9をかける場合、3の指を曲げてください。右側には曲げていない7本の指が残るはずです。これが答えの始めの部分です。左側に残る曲げていない指は2本のみ。これが答えの残り半分です。じゃん。つまり 9×3 は27です。1つ目の例では、初めの10個の数字に9をかけることしかできませんが、次に紹介する例はどんな数字にも当てはめることができます。しかもとっても簡単なんです。適当に数の大きな数字を選んでみましょう。例えば1250、これに9をかけて計算機を使わずに計算するとなると、しばらく時間がかかりますよね。簡易化するためには最後に0を足して、そこから元の数字を引いてみてください。12500-1250 は11250。ほら、楽に答えが出せましたよね。さて、次は大きく一歩進んで、大きな数字同士の掛け算方法を見ていきましょう。日本の学校でも採用されている手法です。まず 12×31 を例にとってみましょう。この方法ではかける数字を10と1で表します。12は10が1つ、1が2つで、31は10が3つに1が1つです。さて、ここで紙切れと色鉛筆を用意してください。できれば4色あることが望ましいです。数字を書き出して可視化します。はじめに斜めの線を1本、左から上へ上がるように書いていきます。これを12という数字の10とします。次に別の色鉛筆を用意して、1本目の線に平行になるよう間を空けて、下に2本の線を書いてください。これを12とします。31の場合はさらに斜めの線を書いていきます。ただし元の線と反対向きに線を走らせるようにしましょう。3個の10として右下に向かって3本の線を書き、初めの3本から間隔を空けた下に1本の線を足します。まだこの手法に慣れていない場合は、混乱を避けるためにも異なる色の色鉛筆を使用するように心がけましょう。さて、交差する線でできたダイヤモンド型が出来上がるはずです。答えを導き出すためには、ダイヤモンドの角で交わる交差点の数を数え、角に数字を書き出しましょう。左端のダイヤモンドは3、右端は2、一番上は1、一番下は6となるはずです。はじめは横側の数字は無視してください。一番上と一番下の数字を足すと7になります。垂直線を入れてダイヤモンドを3つの部分に分けてみると、求めている計算の答えにたどり着きます。答えは372です。ただし、この方法には難点があります。最後の数字が5以上である場合、交差点を数えると2桁になってしまう場合があります。さて、そのような場合の対処法を 25×37 を例にとって検証していきましょう。10が2つということで、2本の斜めの線を引き、下に間を空けて5本の線を書きます。これで25です。次に10が3つということで、3本の線を引き、その下に7本の線を引きます。37の完成です。ここで点を数えていきましょう。ダイヤモンドの左端は6、右端は35。九九表を思い出せば 5×7 で楽にわかるはずです。一番上は14、一番下は15となるはずです。2桁の数字がいくつか出てしまいました。はじめに通常通り一番上と一番下の数字を足しましょう。14+15は29です。さて、6、29、35という数字が浮かび上がってきました。右端の数字に注目して5だけをそこに残し、3を真ん中の数字に移動させ合計数に足してください。すると6、32、5という数字が現れます。32にも同じ作業を行ってください。2だけを残して3を左へと移動させます。6に3を足せば答えが出ました。信じられないという方は電卓で答えを確認してみても構いませんが、925という答えが正しいことが証明されるはずです。この方法はさらに大きな3桁の数字にも応用することができます。322×14を例にとってみましょう。
はじめに今まで通りに322を絵で表します。ただし今回は100は別の対角線の集まりで表現されなくてはいけません。3本の集まり、2本の集まり、最後にまた2本を書き足しましょう。次に14で交差する線を加えていきます。1本と4本です。今回は3つのみならず4つの交差点が角に出現したことがお分かりいただけるでしょう。では点を数えていきます。左端の角は3、一番上は8、上から2番目の層は2、下の部分はどちらも各2、最後に右端は8です。一番上と1つ目の下の数を足すと14、2番目の上の層と2番目の下の層を足すと10になります。結果3、14、10、8という数字が浮上するはずです。ここからはどうしたらいいのか分かりますよね。10から1を左へ移動させて14に足します。そうして導き出した15という数字から1をさらに左へ移動させると4508という答えが出てきました。掛け算表は通常最大でも10までしか表示されていません。多くの人が遅かれ早かれ暗記することになる表です。しかし実は一歩先を行って素早く11の段の掛け算を行う方法があります。では例として34に11を掛けてみましょう。まず数字を分けて3と4の間にスペースを挿入します。このスペースにこの2つを足した数を入れてください。3足す4は7、はい、これが答えです。374。数字によっては足した数が2桁になってしまうことがあるかもしれません。例えば87、8、15、7という数字が現れるはずです。正しい答えを導き出すためには1つ目の数字に足した数字の10の位の数字を足します。5はそのまま残してください。こうすると8たす1で9、5、7、結果957という数字が導き出されます。掛け算表をしっかり暗記している方ならパーセンテージの計算も簡単に行うことが可能です。ただしこれからご紹介する方法には偶数の偶数パーセンテージのみにしか応用できないという難点があります。それでも便利なことには変わりませんよね。さて80の 30% を導き出したいという場合、0を無視して10の位の数同士をかけるだけで OK。 3×8 は24です。この手法はどんな偶数のパーセンテージにも使用することができます。例えば30の 60% は 3×6 で18です。さてシンプルな掛け算の問題に戻りましょう。11の段の計算の仕方はすでにご紹介しましたが、15はどうでしょうか。試しに64に15をかけてみましょう。はじめに1つ目の数字に0を加えると640という数字が導き出されます。この数字を2で割ると320となるはずです。次に2つの数字を足してみてください。640足す320は960、これが答えです。計算機を使って確認しても構いませんが、原理は簡単に理解できるのではないでしょうか。まず初めの数字に10をかけ、そこに5、つまり10の半分をかけ、これらの数字を足します。20、30などの偶数の数字をかける場合には似たような手法を応用することが可能です。試しに41に30をかけてみましょう。はじめに1つ目の数字に0を足すと410になります。この数字に3をかけてください。すると1230という答えが導き出されます。掛け算はいわば足し算の連続です。例として16に9をかけてみましょう。16は 2×8 です。つまり計算式を 2×8×9 として解釈することができます。 8×9 は72であるため、72に72を足せば答えの144を導き出すことができます。少しレベルアップして2桁の数字同士の掛け算を行ってみましょう。例えば 18×12、 この2つの数字は 2×9 と 2×6 と解釈することができます。次に9と6をかけてみると 2×2×54 という数式にたどり着けます。さらに計算を進めると 2×108 となり、最終的な答えは216ということになります。数字が大きくなってくると引き算も楽ではありません。実は1000から3桁の数字を引いた数字を導き出すための簡単なコツが存在します。
578を例にとってみましょう。まず9から1つ目の数字を引いてみてください。9-5 は4です。次に同じように9から2つ目の数字を引きます。9-7は2です。最後に10から3つ目の数字を引いてください。10-8で2となるはずです。ここで出てきた答えを合わせてください。422が数式の答えです。円周率の π は無限の数字です。小数点以下の数字は一見不規則に見えるかもしれませんが、初めの6つの数字を暗記するための簡単なコツが存在します。 π を計算できたらなぁというような意味の How I wish I could calculate π という英文を書き出します。次に単語の文字数をそれぞれ数えてみると、3と小数点以下の初めの6つの数字が浮かび上がってきます。大きな数字の掛け算を頭の中で簡単に行う方法があります。ただし、このテクニックは90の段の数字でしか使うことができません。さて、93と96を掛けたいとします。各数字を100から引くと、7と4という数字が導き出されるはずです。この2つの数字を足してみると11になります。100から11を引くと89となり、これが答えの初めの部分です。答えの残りの部分は7と4を足すのではなくかけてください。 7×4 は28です。この答えを89の横に並べると答えの8928を導き出すことができます。